あ、いるね。思ったよりちっちゃい。あ、ちょっと待って、転がってきた。なんかでもゆっくり転がってくる。待ってください。あ、持ってる。あ、待って。そういうキャラクターなのか、これ。倒せるわけではない。ちょっとゾウです。ゾウさんです。あ、潰れた。あ、壺だけ潰れた。水が入ってたって何ですか？あ、待ってください。え、それさ、あ、壊さないでください。うお、壊さなかったね。それダッシュボタンを押すと水がなくなっちゃう。ここに水をかけるとゾウさんがおかわりできます。マジローは踏んでも倒せなかったけど、倒せない。ゾウさんでも倒せないのか。え、これ倒す方法ってないもん。さすがのマジローさ、大ゾウのね、ちょっと重圧には耐えれんかったな。え、この土管何ですか？わからない。わかんないですけど、フラワーがあっちに出ます。あ、ちょっと待って、そういうことか。そこのマジローさんを、やめてください。グッドします。あはは、入れるやつじゃないの？この土管何ですか？わかんないです。え、こう、怖い。待って、ゆっくり。ああ、ゆっくり。あ、ちょっと待って、花が出てきた。それ欲しいです。それください。なんか、ちょっと砂漠がさ、全然ジャンプできない。マジローは大事に。まずいです。このマジローは大事なんです。これぶつけ、おお、浮いた。え、あ、なるほど。足場がなんかできるぞ。そうじゃないときは、これキックする。あ、なくなった。大事なマジローが。さあ、やっていきましょう。マリオワンダー。ちょっと今、お正月の3日でね、ちょっとかなりね、なんか、ずっと年末年始、ちょっとね、ゲームやってたな、みたいな、そんなところでね、ちょっと、なんか久しぶりの収録で、ふわふわしてる可能性があるんですけど、砂漠のステージ、ワンダーシートが足りませんといったところで、またね、ちょっと、こういう隠れてるステージで、集めていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。で、なんかね、このキャラクターが強いのかどうかはわからない。わかんないんですけど、難しさはちょっと高いので、新年早々ちょっとね、今日難しいステージ行っちゃうんですけど、そこの剣、マジローの散歩道、ここ行ってみましょうか。ちょっと今マリオがチビ状態なので、自動スーパーキノコで、まずは、転がってくるマジローは踏んだらしい。自動スーパーキノコしました。あ、いるね。思ったよりちっちゃい。あ、ちょっと待って、転がってきた。なんかでもゆっくり転がってくる。待ってください。あ、持ってる。あ、待って。そういうキャラクターなのか、これ。倒せるわけではない。ちょっとゾウです。ゾウさんです。あ、潰れた。あ、壺だけ潰れた。水が入ってたって何ですか？あ、待ってください。え、それさ、あ、壊さないでください。うお、壊さなかったね。ダッシュボタンを押すと水がなくなっちゃう。ここに水をかけるとゾウさんがおかわりできます。で、これで、マジローは踏んでも倒せなかったけど、倒せない。ゾウさんでも倒せないのか。え、これ倒す方法ってないもん。さすがのマジローさ、大ゾウのね、ちょっと重圧には耐えれんかったな、みたいな、そういうとこみたいなけど、これ普通にぶつかった時って、何、大丈夫なのかな、わかんない。え、この土管何ですか？わからない。わかんないですけど、フラワーがあっちに出ます。あ、ちょっと待って、そういうことか。そこのマジローさんを、やめてください。グッドします。あはー、消えた。あ、ちょっと出てきた。待って。踏んじゃいして、なるほど。マジローが無限湧きしてますと。で、ぶつけると、じゃんじゃんフラワーがあっちに行くので、これさ、こういう。リフティングのお時間だぜ。最後はマジロー持ち、痛いです。ちょ、あ、これマリオでもヒップドロップで倒せるのか。砂漠、土管が出てきました。あ、待ってください。そこに水があるならばゾウさん、ここのステージすぐゾウさん2個くれたから、ちょっともうね、補充してたゾウさんもう使っちゃうぜ。して、砂漠に水をあげると普通っぽい。マジローはなんか別にみたいな。これ何？なんかかぼちゃみたいな、でかいかぼちゃみたいなあって、そっち行きたい。あ、ちょっと待って。そこの段差を使わないと無理かな。ちょっとそっち。痛いです。マジローさん復活した。砂。そこのパタパタ踏むと大変な。あれ、入れるやつじゃないの？この土管何ですか？わかんないです。怖い。待って、ゆっくり。
あーゆっくり。あ、ちょっと待って、花が出てきた。それ欲しいです。それください。それか、ちょっと砂漠がさ、全然ジャンプできない。なんですけど、しっかりと硬いところに足ついて飛んできました。来たぜ。これは普通にコインもらえる。うわー、待って、嘘やろ。え、これもうない、もうないです。あ、もうなさそう。ちょっとあのこの子さんがちょっとだけ、待ってください。今食らわなかったんだね。あそこのツタン持つのめちゃくちゃ下手やった。で、ここは入れない。待てよ。のこのこをちょっとリフティングしながら。あ、ちょっとまずい。マジローさんが転がってた。マジローさんがコイン引っ下げて転がったけど、彼らはどこに行くの？そこで止まります。踏みます。もらいました。で、こうします。これって、あー、消えた。なんならのこのこもいない。なんですが、そこじゃこっち。あ、ちょっと待ってください。マジローさん。マジローさん。待って。置いてか、踏んじゃ。よし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 。で、ここの真ん中って何もなかった。何もないですね。ので、マジローを大事に。まずいです。このマジローは大事なんです。これぶつけ、うおー、浮いた。え？あ、なるほど。足場がなんかできるぞ。なんかで、うおー、マジローがどっかいた。じゃ、その大事なマジローをさ、あっ。止まった瞬間だけ、持てるぞと。で、そうじゃないときは、これキックする。あ、なくなった。大事なマジローが。待って。ここの土管も入れない。ということは、あ、つぼ。え、これ何ですか？こういうところにゾウさんがいませんでした。ちょっと、何か。喉がカラカラ。あ、ちょっとそ、これさ、水をかけると。染みた。染みました。染みましたけど、あの、なんだっけ、サンボ。サンボは倒せない。わかんない。ちょっと、ゾウさんできました。おお、いっぱい飛んでいく。ただやっぱあれだね、ボディ長いからちょっと耐久高いね。なんですけど、ゾゾさんもらったので、え、あ、待ってください。それはわからないです。え、ちょっと待って、マジローさん、マジローさん、マジローさんがそれを壊すということ。あ、待って、あ、全部なくなったけど、これで取れるから別に、別にいいです。いけー、マジローアタック。あ、こっちのマジローは耐えたぜ。そっちから入れるわけではない。角チェックよし。角チェックよししましたね。このままちょっとまた戻りましょうか。帰ってきました。ただいまです。水。あ、水ゲット。これ水を。あ、ちょっと待って。お花がある。サンボにかけても何も起こらない。あ、ちょっと待ってください。ワンダーが出てきた。なんか久しぶりに見た気がする。収録開いたか。あ、待って。え？めっちゃ速い。え、何これ？ちょっと待って。走。敵も速い。うー、怖っ。待って、くる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 、ぐるーちょ、これ何、うー、こんにちは。え、入れへんのか。あ、僕のじゃないか。なー、あー、早い早い。踏めないよね、多分。ので、ちょ、怖いです。うおー、ちょっとさ、一旦しゃが、うおー、ダッシュするの怖い。うおー、待ってください。ツボで跳ね返ってください。ツボで、ツボを壊して、コインでした。今はちゃんと狙わないとまずい。これって、あ、まず1個しか倒せない。怖いです、怖い、怖いです。ツボもらっていくぜ。ツボもらいました。マジローさんが転がってくるから、ちょっと一旦よく、ジャンプが低い。待って、ツボでた、うわー、まずい、まずい。落ち帰りたい。ちょっと生きて帰れるか。この土管とかはなんで出てくるの、わからない。おお、サンボがそこに引っかかって、ぐる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 、それは上がんないとダメ。待ってください。こっち来るぞ。うぅ、飛び切るのが低い。で、となると、追いかけるしかない。追いかけて、登ります。うわぁ、の、あげなく。なんとかして、これを取ったら、世界が平和になるぜ。平和になりましたか。あ、まずい。サンボさんまだいるわ。まあ別に生きてよ。ちょっと行き急ぎすぎな。まずいです。あの人転がってくるぞ。逃げろ。逃げます。壁にぶつかって止まります。そう、これマジローガードをさ。マジローガード。ちょっと一旦マジローを投げました。え、これは何？ここは普通にもうあれ。ふぅ。あ、普通に届くやつや。
なんとか、でもあれですね、なんかその像を失ってチビの状態にはなりはしましたが、私どもをゲットしつつ、あとやられずに帰ってこれたぞ。なんか耐えてた。なんですか、そう、無事に私ど2個ゲットして何かが出てきた。それはなんだい、ちょっと一息、岩の小部屋の宝物。わ、お宝があるのちょっといいな。命からがら帰ってきたマリオさん。お店でどうやらちょっと一息つくようですね。水をください。水が欲しかったけど、ガチャを見たらガチャが欲しくなった。今日のガチャのコーナーいっちゃうぜ。あ、ちょっとキノピオ新しいやつ出た。そう、じゃじゃんいっちゃうぜ。じゃあ幸先です。あー、ピチシャガミはちょっとかぶりましたね。だが、じゃじゃん行っちゃおうぜ。よし、雲乗り、そう、おかわりだ。そう、まだ一個しか新しいやつが出てない。あー、水色よし、ミス。ちょっと銀色で新しいやつ、ちょっとでかいぞ。じゃじゃん引いちゃおうぜ。あー、雑巾のピコ、これちょっと5回引いちゃったけど、流れいいんで引いちゃいましょう。ゲゲゲゲゲゲ、よしの決めポーズはかぶりました。なんですが、なんか紫っぽい全然なくない？なんか気づいたらなくなってる。なんでなんでしょうね。